晴れるといいですね、春本さん。え、明日？まさか。知らないわけじゃないでしょ、明日が何の日なのか。何の日だっけ。2012年5月21日、日食が見られる日ですよ。あ、そうか、日食ね、知ってる知ってる。んで、日食がどうしたって？全然興味ないんですか？ただの日食じゃないんですよ。金環食だべ。そのぐらい知ってますよ。同じ場所では数百年に一度しか観測できないとか。何時頃見られるんだろう。ですね、日食が始まるのは朝の6時19分、終わるのは9時4分。この中で月がしっとりと太陽に収まるのは7時35分前後みたいです。つまりその7時35分前後が金環食の時刻になるわけだ。そんなことないですよ。年末には例のビッグイベントだって控えてますし。ビッグイベント？マヤの終末予言のことです。25,640年もの膨大な長さを持つマヤ文明のロングカウントカレンダー、そのカレンダーの終わりの日が2012年12月。何をやってる、ナルミ。ああ、ボスじゃないだろう。監視の問題じゃない。何をやってると聞いてるんだ。ここをどこだと思ってる。今日は非番だったかな。残念だが俺が殺されることはない。もう現場に足を運ぶことはないからな。ああ、そうかもしれんな。お前がお茶組担当じゃなくて本当によかったよ。
してる？ラジオを聞きながら。そうか。じゃあもしも仮に捜査の重要参考人から一刻を争う緊急の連絡が入ったとしても即座に対応できるってわけだ。教えに来てやったんだろうが。
待てよ。消えてくれるのは大歓迎だが、その女だけは。
立っただろう。お前に勝ち目はない。消えろ。おとなしくうちに帰れ。今日見たことは全部忘れろ。そうしたらこの女の命は助けてもらう。わかった。10秒やろう。その間俺は目をつむっていることにする。10秒経って目を開けた時、少しでもお前の姿が視界に入ったら、その時は分かる。じゃ始めるか。しろよ、三島なら。所属だって知ってるぜ。公安の12課だ。それにしても
写真写り悪いな、お前。実物はそこそこなのか。すぐに死んじまうやつになら教えても支障はない。わかんねえのか。お前の歴史は今ここで終わるんだよ。
バカバカしい。正義の味方にでもなったつもりか。いいから銃を捨てて。断ったらどう。前の私とは違うの。甘く見ないでくれ。甘く見てんのはお前の方だろ。これがお前の望みなんだ。
それも定めか。じゃなければ呪いだ。俺たちはこの地獄から逃れる。恨むなら、これが俺のやり方だ。その女を渡せ。デンマル。ダッセ。そういうこと言ってて恥ずかしいと思わねえの？気持ち悪いんだよ。邪魔な存在だからだ。第二エクリプス計画を遂行する上で ないこともない。だが計画が発動するのは日食の後だ。日が昇り再び頂点へと達した時、それも時が止まる。くだらねえやりとりは終わりだ。いい加減諦めろよ。
丸、お前は選択肢を誤った。でもそれはお前のせいじゃない。なんでかわかるか？お前はただの傀儡に過ぎないから。初めからお前には選択する権利なんてなかったんだよ。レンマル、ごめん、私のせいで。Never
今何時？ねえ、聞いてるんだけど。だってあれから何時間も経ってるような気しない？本当に？だとしたら、だとしたら逃げなきゃまずいんじゃないの？あいつらきっと追いかけてくるよ。昼下がりの商店街ってことになる。
で人が誰もいないの？所持していた学生証から名前が判明した。彼女の名前は猪瀬千里。リブロクの生徒だ。リブロクってのは、サイクロペディア症候群。目にしたもの、耳にしたもの全てを記憶してしまう不思議な病気。そうして獲得された記憶は生涯消えることはない。死ぬまで忘れることができない。ボスからの直々のお達しだ。ナルミは何をしてるんですか？面倒を見てやってくれるんだ。何かご不満でも？あんまり過信するなよ。お前は自分の才能にうぬぼれている。頭にぎっしりと詰まった知識に溺れ、あふれ返った情報に溺れ、助言だよ。この世の中に存在するありとあらゆる問題は知識や情報によって解決されたためしがない。大事なのはその裏側に隠された本質を見抜くことだ。インスピレーションによって。ナルミ、一つテストをしよう。お前は俺について何をしている？
な。いや、もう十分だ。分かったよ。お前がいかに無知であるかってことについて、お前が今言ったことは上っ面の情報に過ぎない。その裏側に隠された秘密をお前は知らないんだ。ほら、典型的な知識依存タイプの問題だ。お前は自分が何を知らないのかについて、何を知らないのか。なんだ。電話線が切れてるの？なんで？もう怒鳴らなくたっていいでしょ？Thank you.
夫ですか？どうして応援が来る前に一人で勝手な行動を取ったんだ。そいつは言い訳だ。自分一人で十分だ。応援なんて来ても足手まといになるだけだ。そう思ってたんだろう。ないって言い切れたな。お前のそのうぬぼれが今回の大失態を招いたんだよ。ほら、返すよ。お前の銃と警察署だ。所轄の警官から受け取った。現場の下に落ちてたらしい。戻ってきてよかったな。そうじゃなければ懲戒免職も免れなかったかもしれない。だからその後に起こった出来事に比べればそんなもんは些細なことだ。一番問題なのは被害者を一名出してしまったこと。あの青い髪の少女、千里が撃たれたのはお前が勇み足を踏んだせいだが、お前は犯人に捕まることができなかった。手錠をはめられた。そんなもんは言い訳にもならん。犯人は高校生だった。こいつで間違いないか。リブロックのデータベースに侵入する。名前はお前か。そうだ、今回の件で捜査本部が設置された。今そっちの方で行くよ。まだ公開されてない。伏せられてる。この平和な日本
高校生による銃抜き事件が起きた。慎重に進めてみるよ。どうした？おいおい、やめてくれ。またさっきの話を蒸し返すつもりか？銃や手錠を奪われたのは瞬間移動したからです。さらに相手は自在に姿を消したり現れたりすることができるのです。そんなこと信じろっていう方がどうかしてるだろう。さっきから俺のパソコンで何やってるんだ。で、似顔絵みたいなもんか。確か誠のメールに名前が書いてあったんだよな。レノマルとミノマルだったか。重要参考人か。あなたたちも知らないんですね。一体何が起こったのか。マイナさんも？ええ、気がついたらこんなことに。2日前、18日の朝のことです。自宅で目を覚まして表に出ると誰もいなくて、近所のパン屋さん、ラーメン屋さん、スーパー、コンビニ、病院、図書館、どこにも人の姿が見当たらなくて。はい、どこにも。できる限りのことはやってみました。だけど
何をしても結局無駄で、それでわらをもすがる思いというのもあるのでしょうか。私この警察署で待つことにしたんです。ここで待っていればきっと誰かが助けに来てくれる、そう思ったから。正解だったね。え、ここで待ってたからこそ私たちに会えた、そうでしょ。ええ、そうですね。本当に助かりました。ありがとうございます。別にお礼なんて言わなくてもいいけど、何かしてあげたってわけでもないし。ええ、何でしょう。水道も使うことができます。ところで、誠のことだが。いや、ただの僕だ。まだ見つかっていないらしい。それにしても気になるな。
はめてるやつだ。あ、聞いてるのか。医者じゃなくて千里の方だ。よく見てみろ。彼女には将来を約束し合った相手がいる。まあ若いから正式なもんではないだろう。GPS ってこんなこともできるんだな。これってもう似顔絵ってレベルじゃないぜ。ほとんど実写と変わらないじゃないか。分かった、捜査本部の方にもデータを回しておく。誰だ、あの子。新書。何か叫んでるみたい。棒になってるのか、この窓ガラス。もしかして。将来を約束し合った相手だったよ。Thank you.
私のことなんか気にしないで。当たるわけないじゃん、そんなハエが止まりそうなボール。ぶつかったんだもん。知らない、ただなんとなく。ねえ、なんでサッカーなんかしてるの？ふーん、下手くそなのに好きなんだ。変わってるね。どうも夜分遅くにすみません。引っ越しのご挨拶に伺いました。まあそうですか、息子さんはうちの娘と同い年なんですね。
だとすると新学期からはクラスメイトになるかもしれないな。レンマル君、ミュウをよろしく頼むわね。ほら、ミュウもちゃんと挨拶なさい。ごめんなさいね、内気な子で困ってるのよ。何か言ったらどうなんだ。あのここどこですか。それもそうだ。はい、何も。手術室って何ですか？待て、もしかしたら。なあ、お前いつから記憶がないんだ？いつからって言われても。何でもいい。お前の中にある一番古い記憶を教えてくれ。ここに来た時のことかな。ここっていうのは？このお店のことです。喫茶店ですよね、ここ。どこの喫茶店かはわからない。
全校生権棒だ。しかもそれに加えて全生活史権棒も患ってとなると、コルサコフ症候群の疑いがある。そうとは限らない。ごく稀にではあるが、側頭葉を強打した時や苛烈なストレスにさらされた場合に発症する。あの僕にも分かるように説明してもらえますか？ただし短期記憶だけは保てない。直前に何が起こったのかちゃんと分からない。だからこんな風に普通に寝たりをする。だけど僕にはそれがない。落ち着いているように見える。そういうことですか？いや、お前はオペをしている最中の手術室に飛び込んでいた。何があったのか知らないが、とても正気の沙汰とは思えない。錯乱でもしてないのにそんな無茶なことをするなんてありえない。そうですか。僕そんなこと。でもどうしてなんでしょう。なんで僕手術室なのかに。要するにフォークで自分の足跡を後ろ向きで歩いている。あるいは崩れゆく吊り橋の末端から常に追いかけられているようなですか？その通り。飲み込みの変異だ。
1時3分ちょうどをお知らせします。言わないでよ、耳にタコができそう。なんて？おお、胸に S のマークがある。クラーケンとは北欧神話に登場する海の怪物のことですよ。最も有名なのはタコです。巨大なタコ。風のない穏やかな海に現れることが多く、洋上で立ち往生している船を見つけると静かに近づいていき、その太くて長い足を船体に巻きつけ、バラバラに砕いたり海の底に引きずり込んだりしてしまうんだそうです。そして船の乗組員や乗客たちをむしゃむしゃと食べちゃうの？マリー・セレスト号に乗り込んでみると、そこには人の姿が全く見当たらず。ええ、けれどそれだけではありません。他にも不思議なことがいくつか。不思議なこと？
マリーセレスト号の食卓には食べかけのシチューや入れたばかりのコーヒーが残されていたらしいのです。そのどちらからも湯気が立ち上っていて、直前まで誰かがいたことは明らかでした。またキッチンの鍋も火にかけられたまま、中のお湯はグツグツと煮立っていたといいます。じゃあきっと何か突然のトラブルに見舞われたんだ。例えば船の底に穴が開いちゃったとか、それで慌てて救命ボートに乗り込んで。いいえ、救命ボートは残されたままだったそうです。ボートをつないでいたロープにもほどかれた解析はありませんでした。それからもう一つ、船底に穴が開いていたというようなこともありません。船は無傷だったのです。つまり航行可能な状態のままマリーセレスト号は放棄されたということになります。にもかかわらず、どういうわけか船内は水浸しになっていたそうです。甲板もキャビンの床もありとあらゆるところがまるで高波にでも飲み込まれたかのように。綺麗な船を海賊がその場に放置しておくなんて考えられないよね。ねえマイナさん、さっきこう言ったよね。マリーセレスト号の船内は水浸しになってたって。ええ、言いましたけど。だとしたら分かっちゃったかも。答えだよ。海の怪物クラーケンに襲われたのだ。ミュウちゃん、正解です。変わった説を唱えている人がいることは事実ですけどね。でも何の根拠もありません。要するにただの都市伝説みたいなものです。なんだ、つまんないの。それはまだ分かっていないのです。一体マリーセレスト号で何があったのか、人々はどこに消えてしまったのか、ミステリアスな部分だけが誇張され、特色を残されて今も人々の間で語り継がれているのです。何が似てるの？シア号の人たちは今消えてしまった私たちのことを探しているのかも。
まあ、あくまでも可能性の話ですからね。それにしても弱ったな。名前もわからないんじゃ話にならない。な、どうするよ、なるみ。これってリブロクの制服なのか。ああ、そういや、あの画像に映ってたキリデルも同じようなネクタイをしてたな。だから、あ、そうか、リブロクのデータベース、あの生徒名簿に顔写真もついてるんだ。その中からこいつの顔を見つけ出せばいいんだ。そうと分かれば話は早い。待ってろ、すぐに調べてやるからな。名簿のデータが丸ごと吸い出した。だからリブロクのサーバーにはわざわざアクセスしない。どうしてもこうしてもない。見つけたんだよ、あいつのデータ。見ればわかる。
青い髪の少女、千里と同じ名字だ。そう、そのもしかしてだ。尾行のところ読んでみろ。二人は兄弟だし、と言っても学年は同じだ。だろうな。何かって何をですか？一つだけ確かなことがあります。タコの化け物のせいではないってことです。ごまかしてなんかいません。本当に知らないんです。それです。今ミュウちゃんが言ったこと、それが私の考えてることなんです。え？っていうか二人とも何の話してたの？私も知りたいな、その可能性の話ってやつ。教えて、マイナさん。わかりました。お話ししましょう。ですが、その前に。話をわかりやすくするためです。すぐに済みます。一つだけ聞かせてほしいのです。まずは、ミュウちゃんの考えを。私の考え？そうです。ミュウちゃんはどんな風に考えてるんですか？こんなことになってしまった原因、それは何だと？そうだな。もしかしたら、ウイルスのせいだったりとか？ほら、最近ニュースとかでよくやってるじゃない。未知の悪性ウイルスの報道。感染すると頭がおかしくなっちゃうっていう例のやつ。知ってるでしょ？それってもしかして NRM66 のことですか？NRM。
あれ、違いました。ウイルスの名前、確か NRM66 って言ったと思うんですけど。ううん、ない。っていうか、未知のウイルスなんだよ。まだ名前なんてついてないんじゃない？そうですか。じゃあ、ただの勘違いかもしれません。ごめんなさい、話の腰を折ってしまって。気にしないで続けてください。うん。とにかく、そういうこと。私たちが知らない間に、凶悪なウイルスがドバーって広がっちゃって。みんな危ないから逃げろ、ウイルスに感染するぞーみたいな感じになって、ほいでほいでこういうことになっちゃったの。わかる？どうしていちいち言い直すわけ？いいじゃん、別にめちゃくちゃだって伝われば。マイナさんもわかった？ええ、ですがそれだと説明のつかないことがいくつかあります。何？まずウイルスが蔓延したのだとしたら、政府は通常住民に対して避難を促すのではなく、むしろ逆のことを行うと思います。逆って？隔離ですよ。感染者がいる区域の周辺を封鎖して被害の拡大を防ぐ。そうするのが普通だと思います。言われてみると確かにそれもそうだね。それじゃあさ、ウイルスじゃなくて放射能だったらどう？この首都圏の近くにある原発で大事故が起きたとか。ミュウちゃん、よく考えてみてください。今私たちが直面しているこの事態、本当にそういう次元の問題だと思いますか？というと？空を見てください。何か気づきませんか？特に何も。レンマル君はどうです？空を見て何か気づくことは？ああ、なるほど、そうですね。確かにそれも関係ないこともないのですが。けれど、今私が言おうとしていたのは、それとは別のことで。もしかして、鳥のこと？うん。だって、いないじゃん。カラスも、スズメも、ハトも。それから多分、昆虫も、だと思う。ハエでも、蚊でも何でもいいけど、レンマルは見かけた？一匹でもいいから、虫の姿を。また行ったね。ありえないと思います。現実的に考えれば。あなたたちと出会うまでの間に、私もいろいろと考えてみたのです。一体何が起こったのか。ウイルスの蔓延、放射能の漏洩、中性子爆弾の炸裂、大地震の発生、巨大隕石の落下。けれど、これらのことでは、
今私たちが目の当たりにしているこの状況を説明することはできません。だからマイナさんは言ったんだ。そういう次元の問題じゃないって。ええ、今私たちが経験しているのは現実的には起こり得ない現象。ならば現実的に起こりうることを考えていても、この謎は永遠に解けないでしょう。もっとこう発想を飛躍させなければ。笑わないで聞いてくださいね。うん。私たちは多分、私たちは多分未来にいるんだと思います。それまだ治ってないんだな。お前が何かを考える時の癖だよ。触るのはいつも決まって左側だ。いや、お前から見ると右側か。気になるのか。今この病院に向かってるらしい。多分な。繊細な少年みたいだし、よっぽど気が動転してる。あるいは病気のせい。オメガは殺さっくしよう。当時錯乱状態に陥っていたとしても不思議だよ。いずれにせよ、あいつはその時のことを何も覚えていない。何もかも忘れちまったらしい。とにかくこれで少年の身元は割れた。名前はオメガ、ちさとの弟。住所は、なんて書いてあったっけ。
どうせ例のバカげたトリックの話だ。さてと、話を戻そう。問題はこのことをオメガに伝えるかどうかだが。いや、待てよナミ。やっぱりそれはまずい。さっきの二の舞になる恐れがある。あいつが姉貴のことを思い出しちまったら暴れ出すかもしれない。僕はお姉ちゃんのところに行くんだ。千里のところに行くんだ。行かせてくれ、行かせてくれ。なあ、そんなことになったら面倒だよ。千里が持ってたのと同じカードじゃないか。リブロクの学生証だ。とはいえ普通の学生証とは全然違う。プラスチック製で中に IC チップが埋め込まれてる。ほら、駅の改札とかで使う、あの、数値は 365.2422 日ですから、
いかに正確であったかわかるでしょ。ちなみに現在私たちが使っているグレゴリオ暦の1年は 365.2425 日です。ってことはマヤ暦の方がほんのちょびっとだけだけど今の暦よりも正確だったってこと？その通りです。分かった。だからオカルトマニアの人たちが騒いでるんだ。そんなとんでもない精度を持ったマヤの暦が今年の12月で終わっちゃってるから。22日か23日だっけ。普通に考えればその日に何かあるに違いないってそう思うよね。どちらかといえば目視に近いですね。暦が途絶えていることから暗黙のうちに示しているのです。その日人類の歴史が終焉を迎えると。歴史が終焉を？そうです。暦が終わるということは歴史が終わるということに他なりません。信じてるかどうかは問題ではありません。今ここで重要なのはそういう説があるという事実です。とにかくこれが一つ目の理由です。マヤの暦は今年2012年の12月で終わっている。ちょっと待って、説明にもなってないと思うんだけど、その話と私たちが未来にいる可能性とどういう関係があるの？それは最後まで話を聞けば分かってもらえるでしょう。だがその前にいくつか聞いておきたいことがあった。そう、名人。確かに口頭では教えてもらったが、実際に文面を読んだわけじゃない。見せてもらえるか。この一番上にある最新の命令、受信時刻11時半のやつはそうだ。わかったぞ。メールを読んでも何もわからない。第二エクリプス計画って何なんだ？どうして第一じゃなくて第二なんだろう？計画は奴らの思惑通り。奴らっていう、
始まるんじゃない、終わるんだ。歴史が、歴史が終わるか。メールにも似たようなことが書いてある。そうだ、何か心当たりは。とにかくトリプル X レベル6、あの誠がそう書いている。しかも年号の数は色が、何か深刻な事態が起こるとしているのかもしれない。子供じゃわからんだろう、トリプル X レベル6の意味。今から24時間後、明日の勝負。わかったよ。急がば回れと言うじゃないか。俺はボスから今回の件についてナルミと共同で捜査を行うよう指示を受けてる。いわば俺たちはパートナー。いつものようにそれぞれが勝手な行動を取るわけにはいかないんだ。意思の疎通を図りたいんだよ。今ここでそれをしておけば後々面倒な話をしなくてさ、タコとミコと伝えるだけで相手が勝手に動いてくれる。その方が早いし楽だ。助かるよ。
常識的な答えですね。けれど、必ずしもそれが正解とは限りません。どういうこと？今レンマル君が言ったのは、時間の流れが一変、かつ不変であることを前提とした場合の話です。しかし、本当にそうなのでしょうか？1億年前の1秒と今の1秒は本当に同じ長さなのでしょうか？今から10年ほど前、アメリカの宇宙物理学者ベンジャミン・ウエストランドという人がこんな仮説を発表しました。時間が訪れるのは2012年12月23日。同じだね、マヤの暦が終わる日と。そうです、偶然だと思いますか？時が止まる。その通りです。ごめん、意味がわからないんだけど。前の方に向かってぐいーっと力がかかる？動物や人間たちは車体に取り付けられたシートみたいなものってことです。うんうん。私たち3人だけが車両の前の方に。あ、なるへろ、そういうことか。やっとわかったよ、マイナさんが
たちはいつもと同じ速度でレールの上を移動してただけなんだ。ブレーキをかけたのは W 世界の方で、でも遅れている世界の方から見ると私たちは未来にいることになりね、そういうことでしょ。さすがミュウちゃん、物分かりが早いですね。今ミュウちゃんが言った通り、私たちはいつもと同じ速度でレールの上を移動しているのだと思います。だとするとそれはこう言い換えることもできますよね。私たちは W の車両から投げ出され A の車両へと飛び乗ったのだと。さてここでもう一つ条件を加えてみましょう。もしも今 W にもカメラが A にもモニターがそれぞれついているとしたら、W は減速してて、その W にカメラがついてるんだ。わかった！ A の窓のモニターにゆっくりと流れている景色が映し出されるんだ。それが3つ目の理由です。スローモーション。私は眠っていたので経験してはいませんが、レンマル君とそれからミュウちゃんも見たんでしょ。うん。だとすると2人はその時 A の車両へと飛び乗って止まりつつある世界の光景を見ていたのだと思います。以上です。お分かりになっていただけましたか？うん、言ってることは分かったよ。疑い深いんですね。ねえ、ですから力説するつもりはありません。私自身確信を抱いているわけではないですし。それです。今ミュウちゃんが言ったこと、それが私の考えてることなんです。私たちがマリー・セレスト号の乗組員で、デイグラシア号の人たちは今消えてしまった私たちのことを探しているのかも。まず俺たちにとっての目下の最優先事項とは何か、言うまでもなく桐寺明の確保、これにつける。理由は2つだ。1、桐寺は千里を撃った犯人である。殺人未遂、銃刀法違反、公務執行妨害、その他諸々の容疑によって奴を一刻も早く逮捕しなければならない。キリデラは第二エクリプス計画である大規模な犯罪計画におそらく加担しているため、まことの話が確かなら、この計画が実行されることによって国内にはレベル6クラスの有事が発生する。もしもこれが
暴力主義的破壊活動を行うのか、その準備や陰謀か、アボ法の適用の可能か、いずれにせよ俺たちはこの計画の全貌を暴き未然に阻止しなければならない。そのためにはキリデラを確保し、奴の口から洗いざらい白状させるのが最も効率的だ。ここまではいいか。さて、最優先事項が決まったところで、次はその方法について、どうやってキリデラを捕まえるか。本部の方でも行方を追ったが、あいつらは当てにならないでしょ。例えば、確かにメールにはそんなようなことが書いてある。現在進行形だ。今でもミュウの身は危険にさらされている。そうか、だからお前はまず真っ先に二人のポートレートを描いた。二人をできるだけ早く保護する。安心しろ、すでに送信済みだ。捜査本部とボスのと、だがそれにしてもいや、やっぱりやめとこう。問題からそれ大したことじゃない。二人はどうして現場から消えちまったの？まあ、そんなことは考えても仕方ないか。建設的に行こう。わかる。で、続きは？言っただろ、手がかりとなる人物はたくさんいるって。その続きだよ。ボスのところにかけるつもりだな。まだだ。お前は大事なことを忘れて、意識的に考えないようにしているのか、あるいは無意識的に目をそらしてしまっているのか。誠自身のことだよ。
ねえ、一つだけわからないことがあるんだけど。世界の時間は止まりつつあるのかもって話は、頭の悪い私でも理解できたんだけどさ。でも、マヤの暦が終わる日も、絶対静止時間が訪れる日も、両方とも今年の12月23日頃なんでしょ？なのに、W が急ブレーキをかけたのは、どうして今なの？急ブレーキというのは、蓮丸くんが分かりやすく説明するために使った比喩ですよね。実際には、遥か遠い昔から減速は始まっていたのだと思います。だとしても、なんかしっくりこないんだよね。何が？Oh.